中国当局は大手 Q&A サイトチコや高等教育機関、民間企業、外国企業に共産党支部を設立するよう求めています。あらゆる面で管理統制を強化しようと中国当局の焦りの現れと評論家は指摘しています。6月末に中国最大のライブ動画発信サイト、東魚で投資部が設立されたのに続き、8月22日にはチコでも投資部が設立され、 1> 第1回党員大会が行われました。中国メディア防犯の報道によると、中国共産党中央組織部、統一戦線部、ネット情報弁公室、共生団中央、北京市委員会宣伝部などの指導者が出席したといいます。事故は2011年1月26日に創立し、2017年2月までにユーザー登録者は6900万人に上り、 一日のアクティブユーザーは2000万人に達します。一人につき一日40分アクセスしており、1ヶ月のページビュー数は90億以上に上っています。ネットサイトの他にも、教育界にまで投資部設立の風潮が広まっています。8月23日、教育部は高等教育機関の教師からなる投資部の設立を強化するよう求める文書を発表し、 党支部を党の路線や方針を高等教育機関に根付かせる戦闘拠点とすることを宣言しました当局の間の手は中国に駐在する外国企業にも伸びています8月24日ロイター通信は情報筋の話として12社以上の中国駐在外国企業のトップが先月末に北京で顔を合わせ 中国当局が外国企業の運営への干渉を強めていることについて、憂慮したと伝えました。会社幹部がロイター通信に語ったところによると、何社かは企業管理部門における党員の常駐、党組織の管理費を会社の予算に組み入れること、党書記を役員会代表者にすることなど、中国国営企業との合弁約関を変更するよう当局に求められたといいます。当局が、

投資部が企業内部に長期間存在してきたことは事実だとし、国内の186万社の民間企業のうちの70%近くが社内に党組織を設立していることを明らかにしたと報じました。今年に入って、高祖州、助州市、水泥県の46社の民間企業で投資部が創設されています。 他以前可能觉得在某些地方对他来说是一个死角，对他造成了一些不安定的威胁。希望把他们认为死角的东西全都给他堵住，比如说外企、中国的私人企业，他们觉得以前没有完全在掌握，所以他肯定会在今后加强对这一块的控制。中国当局说。 党組織の建設の重要性を何度も強調してきました昨年10月には中国の国有企業内部で統計の風潮が弱まっており効力が弱まっていると指摘し今年5月と6月に党メディアが同様の主張を報じましたフィナンシャルタイムズ8月16日付は 中国国務院国有資産監督管理委員会の関係者の話として、100社の国営の大企業が社の規約を見直し、党組織建設の重要性について強調したと報じました。国資産課の74社の社長が社内の党員に就任したといいます。